ノンフィクション作家立花隆さんの書斎兼書庫猫ビル。立花さんが一番気に入っているという映画永遠回帰の海が文庫化されるを機に話を伺えることになった。失礼します。今この本を読め特別編、立花隆映画永遠回帰の海。ビル一番素晴らしいのは壁面が全部一緒なので、うんうん、座ると全部この本の背が見えるっていうことですよね。そうですね、これはだから大工さんに頼んで、うんうん、だからこれ全部この書棚、うん、書棚付きで設計されてるんですよ。立花さんの頭の中で、このジャンルは大体何階のこの辺というのがあって、そういう、 こう、はい、脳内地図があってで分類されてるって感じでしょうか。ただね、途中でいろんなことやってますからね、思った通りにはなってないんですが、ここのこのフロアね、このフロアのこの書棚付きのこのフロアね、これはすごくちゃんとしてる。今でもちゃんとしてる、本当ですね、これちょっとここで執筆されてて、ちょっと立ち上がったらものすごい冊数にこうアクセスできてっていう。そう、一応さ、そういう風になってますけど、でも立花さんは若い頃からそれこそそのエッセイでありましたけれども、その、あのアパートの一番いいとこにリンゴ箱を積んで、そうです、本棚を作って、もう本当にその名残ですよ、それがものすごく完成されたっていうのがこの、そうです、このビルですね。そうですね、そうですね、そういうことです、でもそのこれを作る前はまあそれこそいろんな図書館や新聞社に、まあ居候のような形でスペース確保して、あのまあいろいろ大きな本を書かれたわけですけどね、結局ここに統合されて、やっぱこうやって見てると、だからいろいろ思い出すんですよ。これ、あの一箱がね、昔のあのリンゴ箱を積み重ねたのと同じ構造になってて、一つ一つのこの部分が、あのほぼその自分のある時代の痕跡をそのまま残しているということは言えます、リンゴ箱がこうなったかと思うと、感動的けど、でもそのまあ。リンゴ箱は、まあ、もらってきてただですけれども、この都心にこんだけのね、食を食って、やっぱり、しかも印税でやるってのは並大抵のことじゃなかったと思うんですけど、そうですね、並大抵ではないですね。なんか前、立花さんが自分の人生を振り返ると、その本を買って、その置き場所にお金を使う、そういう人生だっておっしゃってました。だからもう、なんとか、こう、これだけの空間を作ったというね。ね、そうですね。それで一生が終わったみたいな感じがあるよね。まあ、また、立花さんはね、よくアレクサンドリア図書館なんかの例を挙げて、まあ、結局その本が集まった場所が図書館になって、そこに人が集まって、大学になっていったみたいな話をされるんですけど、やっぱりそういうことなんですかね。そうですね。昔の映画で、アレクサンドリア図書館の、あの図書館そのものは本当に、この、できていく最終過程みたいのが、映画の一番上になってる、そういう映画があるんですよ。映画の中で割と有名な、一場面ですけど、だから人類史の相当部分はそういう過去にこう作り上げた巨大な図書館を作ってきた歴史みたいな、そういう言い方もできるんじゃない、だからまあこの猫ビルそのものがね、やっぱり図書館であり、まあ大学のような存在で、まあ私もそうですけど、ここで多くの人がいろんなことを学んだっていうことがあると思うんですけど、で今日はあの本題の、あの間もなくあの文庫版が出ます、この永遠、永遠回帰の海という本の話について、この本はあの、まあ、なんといっても100冊以上著書がある立花さんが、この本の文庫版の後書きで、自分が書いた本の中で一番気に入ってる本だとまで書かれてますね。私も立花さんの本全部読んでますけど、一番魅力的な本なんですね。ありがとう。これはでもあの同時に本にするまですごく苦労されたっていう、そうですね、いろんな意味でそうですね、それはやっぱり内容がこう深すぎたっていうか、
そういうことがあるんでしょうか。うん、それもあるけど、はい、いや、要するに、はい、この中に入ってるこの地図ですけど、はい、これはそのね、ちょうどその田中角栄が裁判で戦ってね、はい、あの裁判それ自体がある意味でその僕の仕事の半分ぐらいをそこに注ぎ込んだみたいな歴史があるわけね、はいはい、あの裁判ってある意味で日本のある時代の歴史そのものを凝縮したみたいな、うん、あの大きな裁判だったということもあって、うん、ある出版社の人が、うんうん、終わった時に、うん、こちらでのお金を出すから、うん、好きなところ行って、はい、あの好きなこの旅行をして、うん、それで何か書いてくれませんかみたいな話がありまして、うん、それを受け入れてこの旅をしたのがこのエーゲ海をこう股にかける40日間のね、はい、40日間の旅っていうのをね、うん、あのそれを現実にやったわけですよね、うん、あのそれでこの本ができたみたいなことがありまして、うんうん、だからそのあの時いくつだったかな、43だったかな、はい、だからほぼだから人生の半分ぐらいかけて、うん、やった仕事の総括みたいな、ね、うん、思いでそのこの40日間の旅っていうのをやったわけです、うんうん、でそれをだからこの一冊の本にするというね、うん、だからそれまでの40年間をこう圧縮したみたいな、ね、うん、そういう旅でもあったわけ、ね、うん、それでその時この旅行した終着点っていうところが、うん、そのアトストっていうね、世界でも極めて珍しい、うん、あれはあの部分なんだよね、うん、なんで珍しいかというと、うん、いかが国家の主権にも属しないんですよ、そこは、うん、ギリシャの中にありながら、うんうん、ギリシャに属してない、うん、ね、独立してるんですよ、これで、はい、修道院共和国って言われてるんだけど、うん、まあ、この島全体がね、うん、修道院の塊になってるという、はい、しかも政治的にもそうなんですよ、はい、これはどういうことかというと、これ東ローマ帝国の皇帝が、ここにある修道院が一つの、共和国的な自治体を作って、うん、そこに対してこの島の半島全体を与えるというね、うん、そういう、国家的な勅許状を与えて、本当にそれが今でも有効に機能しているという ね、うん、だから現ギリシャ政府もその東ローマ皇帝の勅許状をそのまま受け入れて独立自治体にしちゃってるというね、うん、極めて世界でも珍しいもうそういう存在なんですよね。ギリシャ内にある修道院共和国っていうことですね。そうです、はい、そうです、立花さんがその出版社から、もういくらお金使ってもいいから好きなとこへ好きなだけ行ってくれって言われた時に、うんうんうん、まずアトスが浮かんだっていうことですね。なんか昔この下の捨て虎修道院かなんか写真を見たことがあって、はい、それがずっと頭にあって、はい、そうなんです、一回行きたいと思って、ただそのアテネに入って、うん、まっすぐ北上したらアトスじゃ近いんだけれども、うんうん、さっきの地図にあるように、うん、逆回りに最大限の回り道をして、8000キロかかって到着したっていうのが、うん、本当に立花さんらしいと思うんですけど、いやだからね、これ飛行機でポンと飛んで、すごいポンと行ったらね、全然意味がないというか ね、はい、そういうことなんですよ、うん、その存在意義もつかめないみたいなところがあって、うん、で逆に歴史を踏まえていくと、うん、あれはそのギリシャ神話の世界全部含むような、うん、そういう空間なんだよね。だからこの永遠永遠回帰の海っていうのを読んでいくと、まあ、哲学と歴史と宗教っていうのがこう混交して、そうですね、で立花さんがこう一人進んでいく間にそういうものがいろんな地層からいろんなものが出てきて、で次々と施策を巡らすっていう、だから私もその
20年前に読んだ時とまた今読むと全然違う、うんうん、はい、それは違いますよ、違うんですよ、その時の年齢によっても違うし、まあ、知識によっても違うし、だからこれは本当に何度読んでも面白い、うん、いや僕も最近これは本当にその、まあ、今度新しくね、新しいバージョンというか、出すにあたって、もう一回全部読み直してるんです。あ、はいはい、はい、いかがでしたか。いや、それで本当にそう思った、はい、今改めて、はい、で今の社会でも現代社会でも、うん、これだから他に比類がない、うん、あの政治空間になってるわけ、うん、はいはい、でそれをその現在の主権国家のすべてが、うん、そのそういう国が存在することを認めてるんです、ね、うん、そうですね、ええ、うん、だからこれも極めて珍しい例であって、うん、ね、だから今でもあの女の人ここに入らない。そうなんですね。いやそうなんですよ。この半島の周りはね、船で回るだけなんです。それもそのね、接岸しちゃいけない。遠くから望遠鏡で見るだけ。だからそれはその女性に対する差別というね、現代風の表現を使えばそういう側面があるけれども。とそういう存在であることを世界の国が認めてるというね。そうですね。ええ、うん、そうなんです。で動物もメスは入れない。そうなんです。入れないですね。入れないです。猫だけ入れる。猫だけ入れるっていうところが面白いですね。面白いね、ええ。やっぱり猫の魅力には知る通りと、かなわないっていう。でもその田島さん、さっきその各営の合間に、まあ、こういう旅行をされて、うんうんうん、まあ、こういう文明論的なもの書かれましたけど、うん、まあ、似たような時期に、うん、書かれたものに宇宙から帰還っていう、これもやっぱり田島さんの、はい、代表作ですけれども、はい、その本来そういう裁判とか政治的なものって、うん、あんまりそれに時間を取られるつもりはなかったわけですよね。そうですね。あの核兵器研究っていうのが、まあの月刊誌の一本の企画として書いたら、まあ、それで、はい、田中内閣が倒れて、はいはい、それで、うん、引き続きやってたら田中首相が逮捕されるということが起こったんで、うん、ずっと傍聴器をやってたんだけれども、うんうんうん、それは本来的な立花さんの興味から言うと全然、うん、違うところのもので、本当はこういうこう文明論的なものを得た、うんうん、だからやっぱりその間すごくストレスが溜まってたってことですかね。そうですね。溜まったといえば、そうですね、うん、だから田中角栄研究という本を出してるんですね、うん、その本を本にするということをね、うん、はい、最初は文藝春秋社が、はい、そらじ文春が出しますという約束をして、はいはい、それを出さないというね、うん、あれも奇妙な話があるんですよね。その変な話があるでしょ、だからその時の編集局長っていうね、うん、まあその当時は有名な人がいまして、うん、はい、その人がこの本は我が社の歴史的な出版社としての、うん、あれに合わない本だからうちでは出さないっていうわけね。それはおかしな話ですね。いやそうなんですけども、それで延々議論をした末に、うん、だから僕はだから文春と決別して、うん、講談社で出した、ね、講談社で出されたんですね、ええ、そうなんです。だからこれの上巻と下巻でね、うん、はいはい、上巻の方はまさにその、はい、それそのものなんだけど、はいはい、下巻に移る過程でロッキード事件っていうのが起きて、はい、だからそのこの下巻の方はロッキード事件の歴史みたいな部分があって、ね、はい、田中角栄研究という名前ついてますけど、うん、これはまあ上巻はね、はい、その歴史的に、うん、田中角栄研究という出版物にまつわる話なんだけど、うん、この下巻の方は下巻全然ロッキード事件の、ロッキード事件というのはもうすなわちもその自民党全体の問題であって、しかも戦後日本を貫くような大問題ですよね。で私はこの数年その、うん、自分も戦後史の、まあ、安保関係の仕事をしてきたんですけれども、これ読んで改めて読んでびっくりしたのは、まあ岸が CIA から金もらってたって、あれも決定的な話がありますよね。あれはその、まあ、ティム・ワイナー本を書いたわけですけど、その前にニューヨーク・タイムズが大きな
はい、記事を書いて、立花さんもそれ朝日で対談されてましたけど、うんうん、それ93年なんですよね、うんうん、この本は76年で出てるんですけど、うんうん、そのプルーフはないけれども、その関係者の証言ということで、うんうん、1958年に CIA から岸に金が渡ったってことをちゃんと書いてますよね、うんうん、はい、ですからもうその時代からそういう話はあったんだ、あの歴史がね、20、30に絡み合ってるみたいなね、機械な構造体があの時存在したわけですよ、そういうことですね、だからそれはね、簡単にね、一冊の本を書いたら全部がそこに含まれますみたいな話にならないわけ、本当ですね、この中にその特に下巻ですね、児玉芳雄とは何かっていう、ね、大論文と、はい、CIA と児玉芳雄っていう大論文があるんです、でこれはあのまあはい、岸とか児玉とかそういうその右派とアメリカ CIA の関係っていう最も踏み込んだ話なんで、あのこれは今でも本当に参考になると思うんですけれども、でも結局その岸っていうのは逃げ切るわけですよね、こう無傷で、うん、ではその辺はどういうふうに見てられましたか。いや、あなたこの年になると、ね、はいはい、もうね、はいはい、その近代史のある部分なんてのはもうね、あもうなんか遠い話になっちゃって、まあある意味どうでもいいみたいな感じになっちゃうよね。なるほど。いや、それはね、人間年取るってのは面白いと思ってますよ。はい、はい、ね、もう間もなく80ですからね、はい、そうするとね、やっぱりその歴史全体、その国の歴史全体、うん、そういったものがね、うん、全部今までと違う見方で見えてくるんで、ね、ええ、そうなんですか、うん、それはまああなた方はまだ若いからね、自分の70代に、ま、はい、なった時の世界の見え方がまた見えてないわけよ、70代だけじゃなくて、はい、この俺みたいに今度さらに80代が目の前みたいになってくると、はいはい、さらに違う見え方がしてくる。だから自分が80代になった時の世界の見え方がどうなってくるかっていうのはね、あなた自身今わかんないわけよ。全く想像がつかないものですね。ほんで、俺がその時々思い出すのは、自分の60代の頃よ。だからその時代も、このいろんな分野で、この大御所的なね、はいはいはい、あのものすごいあの、うん、この大先輩みたいな人がね、うん、はい、どこにもいたわけです、はいはい、僕がその人たちを見た時の見え方と、うん、その人が世界がどうその人にとって見えていたかということは、うん、あの想像の外だったわけ、うん、だから今はそれが両方その見えてくるみたいなね、うん、そういう時代がね、なるほど来るんだってのがね、今は分かってますよね。それで分かってますっていうのは、そういう時にね、この本、自分で書いたね、はいはい、こういう本をね、見直すとね、うん、全く違う見え方が してくるというね、と思います。ということも、うん、つい先日、これをもう一回全部読み直してみてね、うん、なかなかすごい本書いたんだなと、あの頃ね。あの若さで、これだけのものを、そうは書けないと思っただけじゃなくて、うん、写真一枚一枚見て、その見え方が違ってくるんだよね。うん、それで、そういう年になるとよ、この頭に、この、ローマ帝国二代目皇帝のティベリウス時代に、うん、その偉大なるパンは知りという大音量の声が、うん、天の一角から聞こえた、ね、うん、それが その時代の歴史としてあったというね、うん、そういうとこからこれは始まってるわけで、うん、で、それはね、その当時の人にとってもそれはその伝説的なね、うん、話であったにもかかわらず、だんだんそれがその歴史のリアルな時代に起きた話として広まっていくわけです、うん、だからそういうことがね、うん、起こるんだよね、うん、日本の歴史の中で今の安倍首相は勝田太郎を凌駕するだけのね、うんうん、政権を築いたみたいなことが言われて、それぐらいの
あの偉大な政治家だみたいなことが言われる、うん、言われてそう思ってる人たちが、うん、あのいるみたいなね、うん、それはある意味で、うん、あのここにある現実なんですよね、うん、でも聞いてゲラゲラ笑っちゃうみたいなおかしさね、うん、あのそういうおかしさを本当にあの腹の底からそう思う人々がいるわけよ、うんうん、でちょっとこういう映画の話に戻りますけど、はいはい、そのさっき一番の目的地はアトスだったっておっしゃったんですけれども、はい、その最初にあの遺跡を巡ろうと思ったのはそのシチリアのセリヌンテですね。はい、セリヌンテです。そうです。だからこれはその僕らが旅行した頃に現実にあった遺跡の写真ですよね。うん、さらにその過去の歴史のリアリティっていうのはこの柱の向こう側っていうかね、うん、二重写しの形でここにリアルな歴史として現地があったんですね、うんはい、これそういうことはねこの辺を旅行すると見えてくるんですよ、うん、見えますね、はい、私も行きましただからこう、はい、あなた行きました現地線ですね、はいはいまあ、そのセリヌンテで最初にショックを受けたのは、うん、そういうものすごい壮麗な神殿があるんだけれども、うん、それについて書かれた歴史が全然ないと、うん、そうですだから行った人間には分かるけれども、うん、書物の上ではもうなかったことになっていると、うんうんうん、突如として私は自分がこれまで歴史というものをどこか根本的なところで思い違いしていたに違いないと思い始めていた。知識としての歴史はフェイクである。最も正当な歴史は記録されざる歴史、後世の人が何も知らない歴史なのではあるまいか。いやそうなんですよ、うん、実は須田君がこの旅行をやって、はい、それを本にするというんで、はい、撮った写真というのはいい写真なんですよ、はいはい、それが実際にバッチリ入ってるんですが、うん、彼がこの中に収めた過去の写真を見て振り返って、うんうんあの写真はでは俺のあの心的なあれが満足できないと言って自分のお金でもう一回旅行するんですよ、うんうんねええ、それでこのセリヌンテの場所、うん、この写真の場所そのものをもう一回自分で探訪してその写真を収めたのがこれですこれあなるほどこれ、はいはい、この一枚の写真を撮ったのに彼自分でお金出して旅行してるんですよ。これはもう本当にびっくりするような話でね、このいろんなこの面白い場面が、これはね、実はギリシャ悲劇をギリシャでやるあの劇団があって、ねはいはい、それを現場で撮ってるんです、これ。ね。だからね、そういう意味でね、この本はね、二重三重に実は面白いんです。それでね、筑紫さんが実は若い時に、ねこの本のこの部分読んでるんです。ここ行ってるんです。ああ、そうですか。ええ、あそれで、うん、あの僕に会って僕に話してるんです。うんあのここへ自分行ったと。うん僕も行きました、うん。だからいろんな人が行ってるんですよ。ね。でなんか読むと行きたくなるんですよね、これを。なるし、うん、で現地に行くと、これとそんなに変わんないリアリティがあるでしょ。うん、そうですね、はい、風が吹いたらいいなんかしてる時にね、はいはい、こういう感じになるんですよ。その神殿の中入りましたからね、その入るでしょ。柵も何もなくて、中で昼寝とかできる、できますからね。それあの、うんギリシャのアクロポリスのあの辺りだってある意味そうなんじゃない、うん、これに出てくる写真っていうのは、うん、あのアクロポリスで、うんうんはい、あのお坊さんたちっていうかね、はいはいはい、向こうの、はい、人たちがその現地でいる、うん、そういうあれの写真がちょこっと 、うん、出てるのがあるでしょ、うんありますねええ、あのだからね日本であの例えば奈良県に行って、うん、ね、うんうんあの飛鳥時代のいろんな歴史、うん、だから日本の創世紀の時代がね、うん、本当にある意味で そこの現地の風景と、うん、そういう歴史そのものがこう重なって見えるね、うん、そういう瞬間があるんですよ、うん、ねその時あの鹿が草はんでるそういうのしか見えない人と、うん、ねその歴史の歴史の
積み重なりがリアリティとして目の前にこう広がってる風景が自然に見えてくる人と2種類いるんです、うんうんはい、だからそれはその人が歴史をどれだけ知ってるかによって全然同じものを見ても見え方が全く違うということなんだよね、うんうんそのでそこについて書かれたところをちょっとご紹介しますと、立花さんは核兵の問題で、まあ、一躍有名になられたんですが、その前はこういう場所を貧乏旅行しているようなう、ね、哲学学生っていうか、はい、そういうことだったんですよね、はいはいうんまあ、またそれをやりたいという気持ちが募ってこの映画のために行かれたわけですけれども、うん、そのなぜそんなにしてまで遺跡を見て歩いたのかと問われると答えるのは簡単ではない、うんうんうん本物の遺跡と自分自身で出会ったことがない人にその理由を説明するのはほとんど不可能に近いって書いてありますけど、まあ行くと本当にそれがよくわかるってことですよね。ええええ、あのね現代今の時代はねもっと面白いっていうかね、うん、今技術的にね、うん、歴史の現場で歴史が全部目の前に見えるような、はい AI とかね、ありますね、あるでしょ、はいはい、そういう装置があるんです、うん、でその眼鏡かけると本当に歴史がそこにこう広がってる、うん、あれがね、うん、リアリティとこう入り混じりながら両方見えるっていうね、うん、そういう装置が、うん、あるんですよ、ねうんうん、特にだから奈良の古いところには現地にあるんです、うんうん、それでそれが機能してるんです、うんうんその遺跡のところで もうちょっと紹介したい文章があって、はい、遺跡を楽しむのに知識はいらない、うん、黙ってそこにしばらく座っているだけでよいと、うんうん、大切なのは黙ってとしばらくで、うんうんできれば2時間くらい黙って座って、うんうんうん、そのうち2000年あるいは3000年4000年という気が遠くなるような時間が目の前に転がっているのが見えてくる抽象的な時間ではなく具体的時間としてそれが見えてくる、うんうん、千年単位の時間が見えてくるということが、うん、遺跡と出会うということだったということですね、うんうん、さっき田島さんおっしゃってただんだんこう年齢を重ねて、ものすごくロングスパンで見えてくるっていうのは、それこういうことに近いもの、うんうんうん、そうですでそれプラス今の、はい、今の、はい、その AI 技術で、はいはい、それがリアルの見えるわけです、ねええうん、目の前の風景に重なって、うんうん、両方が見えるというね、うん今そういう時代に入ってね、これは今までに全くなかった時代ですから。田島さんがよく書かれてるね、その、まあ、哲学っていうのは最初はサイエンスだったと、うん、でそういう今はその自然的な哲学になってるけども、うんうん、その最初のサイエンスのとこに時にあったその自然に対する驚きとか探求心が哲学そのものなんだっていうことで、このその映画でも最後にもう一つだけその哲学に関するところがあるんでちょっとお話しします、はいはい、これデルファイの、はい、アポロの神殿、ね、デルフィの宮殿ですね、はいはいはいでまあ、それが非常に有名な、うん、ギリシャ最大の、はい、聖地みたいなところですけど、うん、そこにそのアポロンの、うん言葉として、汝自身を知れという言葉が刻まれていて、うんはいはいはいそれがソクラテスの哲学の元になったっていうことそれは全然知らなかったですこの本を読むまではねああそう、はいうん、そういうことなんですね、そうなんですよ、ここは行くとなんかその独特のその聖地感みたいなのあるんですかそこはなかなかのとこで、うん、だからある程度その人が今度はそこ行った時に、うんうんそこに関する知識をどれだけ持ってるかによってもものすごい違うんですよ。いや、本当ですね。だからその辺にはまさにそのあたりのことが書かれた本がありますから、うん、そういう本をあらかじめ読んでそこへ行く、うん、そうじゃないかによって見えるものは全く違ってるんですよ、うんうんあと旅先で見てこれなんだと思って帰って勉強して、ね、そうだったのかと思うこともありますよ、ね、さっきのね、須田君が後から写真もう一回撮りに行くみたいなね、はいはいはい、そういうことがあるんですよね、はいええ、だからその歴史現実社会の目の前に広がってる、うん、これが現実だと思ってるものの向こう側にちゃんと歴史が広がってて、うんはいはいで歴史の片鱗を知ってる人だとその深さがこう深い方向に見えてくるというね、うん、そういう経験を何度やったかによって、うん、その人の見え方が全く違うってことだよね、うん、でそのまあ哲学で言うと、うん、いや僕はこれ一番田島さんにぜひ書いていただきたいと思ってるのは、うん、そのまあソクラテス以前の
初期哲学者の話っていうのがありますね。うん、あ、そうですね。で、その初期哲学者たちの話に、ね、はい、昔はね、はい、その本がね、一冊しかなかったんです。あ、そうなんですか。ちょっとね、そこにさ、ソクラテス遺伝哲学者断片集って本があるでしょ。それの赤い、ちょっと赤っぽい表紙の、だからそのまさにそれ、それ一冊しかなかったのよ、昔。初期哲学者断片集ってのは、それ一冊しかなかった。それが今はそこに左側に 5、6冊並んでるでしょ。だからその一冊がそれが増えた、ね。それで、あの時代の、初期哲学者たちの言説はほとんどそこに含まれてます。だからそういうものがちゃんとこの本だ、リアルな新しい本として、現実に出現してくる。この時代の哲学者たちって本当に面白いし、面白いですよ。立花さんがやってられる仕事そのものっていうのは、まあ、基本はサイエンティストなんですよね。そのサイエン優れたサイエンティストたちが。そうです、はい。あの時代の哲学者っていうのはある意味で、その同時代人が共有している知識全部を含めたものが、その当時のサイエンスだったわけや、うんうん。だって、サイエンスの原理がそういうことだから。うんうん、ね、うんうん。それで、まあ、この旅行の中でもそういう、うん、ミレトスのターレスっていうのが、この、まあ、どういう哲学史を読んでも最初に出てくる。ええ、そうです。そういうふうに出て、ね、本がありますけど、はいはい、そうなんです。ええ、で、これが面白いのが、ね、その、ミレトスのターレスが何を言ったかっていうと、うん、万物のもとは水であるって言ったって、ちょっとこの話を。そうです。はい。面白いんだよ。今の天皇科学が水の研究に行くでしょ。あれはそういう流れの中で、彼なりに、一生懸命考えて、そっち、日本の天皇ってのは、どの時代も、なんか自分のテーマを持って研究するというのが、日本の天皇家の伝統みたいなところがあって、はいはい、で、たまたま今の天皇っていうのは、まさに水の研究やってるんですよ。だから、ちゃんとやってるんですよね、あの人ね。歴代の天皇みんなそうなんですよ。だから、それはずっと過去に遡って、ね。天武とかね、奈良時代の人に遡ってもそうなんです。みんなやってるんですよ。そんな前からそうなんですか。そうです。ずっとそうなんです。ええ。いや、それでその、まあ、ターレスがその万物のもとは水であるって言ったのが、なぜそれほどその最初哲学者みたいにこう高い地位にあるかっていうことですけど、その水というそのものではなく万物のもとっていうことに対して、そのまあそれまでは神話で説明していた世界の成り立ちを、まあいわば科学的にテーゼを出して、そうするとそれに対する反論も起きて、議論が起きて、でそこから哲学が生まれていったっていうふうに、まあ、この本を書いてます、ね。それはね、はい、その目の前の自然の中に、うん、本当にいると、うん、こう水も流れてますか、はい、それでね、はい、それは自然にその人なりの哲学作って、うん、万物のもとは水なんだってね、うん、この地球人の相当部分がね、うん、そう思うっていうのは極めて自然な頭の働きという側面があると思う、うん、人間ってみんなね、うん、どっか自然科学者であり、うん、かつ哲学者であるみたいな側面がありますから、うん、みんな、うん、ね、自然と触れ合うと、うん、そういうのは自然に頭の中に分け合ってるんですよ、うん。立花さんはやっぱりご自身のお仕事で、まあ、サイエンス関係のことをやってられる時にね、これは本来の哲学の仕事なんだと。で、そのまあ現在の大学で教えてるような哲学学はもう本当にその時代遅れになっているというふうにずっと言われてましたけど、もう最近アカデミズムの方でもだんだんそういうことになってるみたいですね。はい、だから今度のノーベル賞をもらった人はたまたま僕は少し前に、数年前かな、だから彼のとこ取材に行っていろんな話してるんですよ。あ、そうなんですか。いや、あの人も面白い人だし、大体ノーベル賞をもらうレベルの学者ってみんな面白いんですよ。そうですよね。なんでその人はそういう研究にその人自身が打ち込んでいったのかっていうとね、みんなどっかでね、
もっと大きなものに自然に触れ合ってるんです、うん、それで自然にその人なりに、うん、ある意味で哲学的なね、うん、頭の働きをしちゃってるんですよね、うん、でそれが結局その人なりの研究を積み重ねていくというね、うん、ことになってるというね、うん、そういう側面があって、まあ、さっきおっしゃったような大きな時間の流れとか物事の本質とかのものに触れて、それぞれの研究をされてるから、すごく深められていくっていうことです、ね、うん、だからあの人もね、話するとね、結構いろんなこと言うのはね、うん、自然に頭の中はそうなっちゃうんです、うん、実際の研究を通じてね、うんうん、研究を通じるっていうのはその目の前のリアリティを通じてということなんですよね、うんうん、田島さんまさにね、その現代史とそれから超ロングスパンの文明史みたいなのをこう行きつつ戻りつされてずっと研究されてきた方ですけれども、まあ、今日本人はみんなすごく悲観的になってて、まあ、どん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 悪くなっていって、まあ、もう解決策が見えないみたいな気持ちになってるんですけど、そう、現在立花さんから見て僕は全然違います。違いますか。むしろ逆ですね、はいはい、どん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 面白い時代になりつつあると思って。そうですよ、うん、日本の歴史全部調べると、うん、はい、必ずどんどん必ず面白くなるんです。あ、そうなんですか。そうです、うん、日本人はなんか不思議にね、うん、いろんな探究心があるんです、うん、それはありますね。あるんです、うん、それはね、うん、その周辺国家とも違うし、うん、いろんな意味で違うんです、うん、だアメリカはアメリカで独特な面白さがあるし、うん、ヨーロッパ各国にもそれぞれの面白い、うん、このマインドの傾きを持った民族っていうのがあるけれども、うん、日本は独特にさらに面白い。しかも、うん、その東洋を両方含んで持ってる、うん、ね、日本人誰でもさ、うん、論語の断片ぐらい知ってるんですよ、うんうん、日本人はなんかこの民族的なマインドとしてね、うん、不思議な心的傾向を持ってね、うん、面白いんです。それは新しいものも生み出していけるという心理。そうですか。それは明るい、お話です。明るいでしょ、はい、それで明るい、じゃあその少々のことで歴史的にへこたれるような。何でもない。違うんですか。いや、今どのいろんな意味でおかしくなってる部分もありますよ、はいはい、ありますけれども、はい、この人がたまりの、うん、日本人というこの民族がね、うん、全体としておかしくなることはない、うん、あ、そうですか。おかしくなってもよ、うん、戦争の時代を振り返ったら、うん、人時代はもうみんなどっち狂ってさ、うん、この国は完全に滅びると一部の人は思ってた、うんうん、でもそれがある時間過ぎると全然そうじゃない、うん、ね、うん、だからもちろん今は違う方向から見ると、うん、相当狂った人がたくさんいてね、うん、この国どうなんだ、狂ってるみたいに思ってる人もいるかもしれないけど、うん、永遠に狂うことはありえない、うん、あと、まあ、今本当にその政治、はい、政府の劣化というのは凄まじいんですけれど、はいはい、それもそんなに大したことではない。また復元力が効いて、はいはい、でそのはい、もっと長いタイムスパンで歴史が見えるようになります、はい、そうするとそれで、ね、今の若い人あるいは中年あるいはそういう人たちが騒ぐほどの 変、はい、変な部分は、通り過ぎる部分だってのが分かります。そうですか、ええ、それはもう素晴らしい話を聞いたと思います。ええ、あなたまだ若いんです。はい。いや、本当に。はい。本当に若すぎるんです。はい、ええ。そういうふうに考えられて、ええ、70、80になると違う見方が自然にこの自分の内部から、はい、分け合ってきて、うん、違う見方で世界を、うん、見えるようになります。いや、本当にその現代史の奥の奥も知り、文明史の長いスパンも知り、もう世界中を見てこられた立花さんがそう言っていただいたということで、すごく元気が出ましたね。これを見てる人もすごく元気が出たと思います。今日は長時間本当にありがとうございました。はい。